厚木駅は神奈川県海老名市河原の口一丁目にある小田急電鉄東日本旅客鉄道相模鉄道の駅である。駅名は厚木であるが厚木市ではなく海老名市に所在する。理由は当初は神中鉄道が関節鉄道ほどが谷停車場から愛工郡厚木町までの路線の建設を計画していたものの資金不足を理由に橋の建設を断念。 厚木町の対岸で相模川を渡る相模橋のたもとにあり、相模鉄道との接続点でもある場所を駅にしたが、駅名は変更せず、厚木駅と命名したという説がある。そのため、開業当時は、厚木駅と厚木町の中心部を結ぶ、乗り合い自動車の無料送迎サービスも行われていたが、相模厚木駅開業に伴って、無料送迎サービスは廃止されている。また、 駅開設時の海老名は寒村であり、小田急小田原線が未開業であったため、海老名村の村長で、相模鉄道の重役であった、も月慶きおさむと厚木町の助役で、陣中鉄道の重役であった中野西五郎が、相談し、陣中鉄道と相模鉄道との接続点の駅名を、対岸にあり、県王地域の中心地であった厚木町の名前に、したという説もある。 1944年6月1日に、戦時買収により、国有化された相模鉄道厚木駅のプラットフォームを、小田急小田原線河原の口駅に合わせて、約200メートル南側の現在地に移動し、運輸通信省、相模鉄道、小田急電鉄の3社の共同使用駅とした。なおこの場所には、かつて、相模鉄道厚木駅構内扱いの中にいがぐ乗降場があり、 移転した厚木駅プラットフォームも中新田口乗降場と同様に厚木駅構内扱いになっている。そのため JR 相模線厚木駅本屋相模鉄道厚木駅の住所は現在でも引き続き旧厚木駅があった場所のものを使用している。旧厚木駅は1941年に旅客営業を廃止している。旅客駅としては JR 東日本。 小田急が校内を共用する共同使用駅となっており、国鉄時代の1977年2月から、小田急が駅を管轄している。厚木市の中心駅は一駅隣にある、小田急本厚木駅であり、こちらは、河原の口駅の解消に伴い旧正の相模、厚木駅から、本来の厚木という意味で新しく命名された駅で、ある。海老名市のホームページでは2009年に、 市民からの本厚木ではなく偽厚木と説明しなければならないため、駅名変更してほしいという意見への回答として、2008年度に JR 東日本に改名の提案をしたが、厚木の駅名が定着していることと、駅名変更に多額の費用がかかるため駅名変更の予定がないと回答されたこと、小田急からも変更の予定はないと回答されたことを示している。また、 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議は JR 東日本に対しては国鉄時代の1973年度から小田急電鉄に対しては1974年度から駅名の解消を要望し続けている。これに対し小田急電鉄は駅名変更計画は現在のところないとしている。なお小田急電鉄はこの要望を受けて駅名表に 神奈川県を海老名市と2012年2月から平気している。旅客線は小田急の小田原線と JR 東日本の相模線が乗り入れ、接続駅となっている。小田急電鉄の駅には各路線ごとに駅番号が付与されている。駅構内から茅ヶ崎方へ向かい、相模川の川岸にある相模工業の敷地内まで砂利層用の専用線があり、その先には トロリー線もあった。現在の静岡中央銀行厚木支店の東側から分岐し、坂本祭典厚木採場の建物の場所、マンションと駐車場の間の道、県道を横切り、相模工業の敷地に至っていた。開業時は相模鉄道が邪理採取を行っていたが、1931年以降は相模工業に委託していた。戦時体制において、 東海道本線が攻撃された場合に、相模湾方面と東京都心をつなぐ路線を確保するために、小田原急行鉄道小田原線と相模鉄道、相模線を結ぶことを国から要請されていた。それに応えて建設されたのが、この短絡線である。現在の UR 海老名団地と海老名幼稚園の間より若干新宿寄りで、小田原急行鉄道小田原線から分岐し、 UR エビの団地の北西側、フェルキー厚木、小田急電鉄厚木変電所の南東の道、桜石骨院、ゴミ集積所を通り、坂本祭典厚木採上の東側で、相模鉄道、相模線に合流していた。小田原急行鉄道小田原線の河原の口駅構内扱いであったが、この短絡線は、小田原急行鉄道小田原線の河原の口駅のホーム、 相模鉄道相模線の厚木駅のホーム、前期の砂利採取線へ直通する路線ではない。短絡線使用後も、小田急線の側線として残され、変電所車が留置されて、仮設変電所とされていた時期がある。厚木奏車場の東側には、1964年に、小野田セメントの生コンクリート工場が開設され、相模鉄道の駅に専用線で接続し、原料のセメントが、 鉄道輸送により搬入されるようになった。この輸送は、1979年以前は、相鉄本線の西横浜ほどがや間貨物支線を、開始、相鉄本線、厚木線経由で行われていたが、同年の西横浜ほどがや間貨物支線の廃止に、伴い経路変更され、茅ヶ崎から相模線経由で輸送されるよう改められている。この経緯から、 輸送経路変更後も、工場への専用線は、相模鉄道の厚木駅に接続しており、相模線の貨物列車で到着した、セメント発破車の工場への入線及び、空車の送り出しは、相模鉄道の機関車で行われ、小野田セメントから、相模鉄道に対し構内輸送運賃が支払われていた。1986年に、この輸送は終了した。 小田急と JR 東日本が改札口を共用しており、自動改札機はすべて小田急仕様のものが設置されている。2014年2月に設置された相模線乗り換え改札も小田急仕様の自動改札機である。そのため、JR の一部の時期定期券及び規格乗車券は自動改札機を通過できない。券売機もすべて小田急仕様のものが設置されている。 JR 線の乗車券類の販売にも対応しているが、普通乗車券、回数券、入場券のみの発売で、定期券や特別企画乗車券の購入はできない。2016年2月15日までは、会社ごとに券売機が設置されていた。相対式ホーム2面2線を有する公開機である。準急及び千代田線直通列車も停車するため、 ホーム有効庁は重量対応となっている。改札口は新宿側の先端の1カ所。改札口と中2階ホームとの間にはエレベーターが設置されている。トイレは長らく中2階にあったが、下りホームに移転した。従来トイレがあった位置には多目的トイレが設置された。また、JR 側にはトイレがないため、JR 利用者も小田急側のトイレを利用することになる。 海老名駅の管理下にある2013年1月11日に行き先案内表示機が新設された。駅名表は2017年2月に LED 照明付きのものに交換された。なお、それと同時に駅構内の案内表示類がすべて新しい仕様のものに変更された。乗り場毎年8月に開催される厚木あゆまり開催日は臨時に休校も 停車することがあり、2016年8月27日と8月28日だけ、エビナ運動公園にて、生き物係のライブが開催された際には、遅い時間に一部の急行と、快速急行が、臨時停車した。小田急厚木駅の一番線プラットホームの、小田原よりから線路と、反対側の下を見たところと、小田急の線路と JR の線路が、立体交差する地点の南東側に、 相模川橋梁掛け替え前の急線の橋脚が残っている。相模川橋梁掛け替え前の小田急厚木駅跡地には小田急マルシェ厚木が建てられている。短式ホーム一面一線を有する地上駅である。駅設備は海老名駅によって管理されている。駅業務は小田急線に全面的に委託しているため JR 駅員はいない。緑の窓口もない。 2007年3月10日までは改札口から線路を越えたところにホームがあり、構内踏切を有していた。この構内踏切は手動式で列車が来るときは駅員が接近放送を行った後に遮断機を下ろしていた。その後、同年3月11日に横断踏切が撤去され、側線の跡地にスロープを配した新しいホームの使用を開始したので、 小田急との乗り換えの利便性が向上し、バリアフリーに配慮された構造となり、駅員の接近放送や、遮断機下ろしもなくなった。2014年2月14日までは改札内に、スイカパスモの JR 東日本専用、簡易改札機が設置されており、乗り換えや JR のみの利用をいずれも IC カードをタッチすることになっていたが、新たに乗り換え改札口が設置され、 2月15日より IC カード、時期券ともに改札を通ることとなった。かつて一般貨物扱いがあった時期は、独立した駅舎が設置されていたため、駅の中心となる本屋は北側に広がる、創車場部分であり、ホームのある地点は厚木城工場と称されている。旧駅舎は、その後、JR 東日本厚木定型販売センターとして、使用された。 海老名駅の開業以前は本屋で列車交換や列車の夜間留置が行われ、当駅を四重儀とする区間列車も存在していた。205系500番台の行き先方向幕にも厚木表示が用意されており、相模線内に運行トラブルが出た場合は当駅での折り返し運転が行われることもある。国有化前の相模鉄道時代は、 相対式ホームに面2線の交換可能な駅だったが、国有化と同時に小田急との乗り換えの利便性を高めるためホームのみを南に移設した。このため、列車交換が行われなくなったのにもかかわらず、現在もかつてホームがあった部分では、列車は左側通行で通過している。乗り場相模鉄道の厚木駅は、旅客扱いを行わない貨物駅である。 定期貨物列車の発着はなく、JR 線経由で、公衆輸送された車両の従事のみ行われる。相模鉄道再生端の駅である。当駅に乗り入れる相鉄厚木線は、本線の柏台駅海老名駅間にある相模、国部信号所から分岐し、JR 線海老名駅の南側線路を並行して、当駅の JR 線乗り場の北側で接続しており、 同ホームの裏側まで厚木奏車場と呼ばれている。かつては在日米軍厚木基地への貨物列車の連絡や旧、小野田セメントへの貨物輸送が行われていたが、その後は新車の搬入や夜間の車両留置に使われるのみである。近隣住民の申し入れで早朝と夜間の列車ので入庫は制限されている。また、この留置線は廃車、 九車となった車両の留置にも使用されている。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。当駅では、臨時車扱い貨物のみを取り扱っており、定期貨物列車の発着はない。稀に発着する臨時貨物列車は、相鉄の新車を搬入する、車両輸送列車である。 近年の年度別年間発着トン数は、下記の通り。首都圏中央連絡自動車道高架場より、海老名方面を望む厚木と名乗るが、厚木市街にあり、市街地からは、相模川を隔てて 2km ほど離れている上、海老名市の中心市街にもないため、駅前の商業的な広がりは薄く、飲食店が多少ある程度。駅舎の北側にある歩道橋は、 駅の東西を行き来するために設けられたものである、注釈出店。ありがとうございます。